ジュリエッタは2016年のスペイン映画アリス・マンローの短編集ラナワイに収録された短編3本に基づいている。本作を監督したペドロ・アルモドバルにとって20本目の長編監督作品であり、主人公ジュリエッタの現在をエマス・アレスが若い頃のジュリエッタをアドリアーナ・ウマルテが演じている。共演にはダニエル・グラインマエスタ、ダリオ・グランディネッティ、 ミチェル・ジェネール、ロッシデ・パルマなどがいる。2016年4月8日にスペインで一般公開され、概して好意的な評価を得た。6月には第69回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でプレミア上映された。9月にはスペイン映画芸術科学アカデミーによって第89回アカデミー賞外国語映画賞のスペイン代表作品に選ばれた。 ペドロ・アルモドバル監督本作は、アルモドバル監督にとって20本目の長編映画で、ある。ノーベル文学小作家のアリス・マンローンが2004年に、表した短編集、ラナウェイに収録された、チャンス、スーン、サイレンスの短編3本に触発された作品であり、アルモドバルは2009年に映画化の権利を購入した。アルモドバルはこの映画が、原作に忠実ではないことを認め、 家族の関係についてのマンローの描写の重要性と、アルモドバルが脚色の重要な部分だと信じる、女性間の絆に言及した。ライブフレッシュと、私が生きる肌に続いて、アルモドバルが外国語の原作に基づいて制作した3本目の作品である。アルモドバルは、当初、本作を自らの英語作品デビュー作とする考えで、メルルストリープを主演に据え、 主人公の20歳、40歳、60歳の3つの時期を描写することを検討していた。アルモドバルはストリープと接触し、ストリープもそのコンセプトに同意した。アルモドバルはマンローによる原作の舞台となったカナダのバンクーバーにロケ地を見つけた。アルモドバルはニューヨーク州でもロケ地を探したが、結局英語で本作を制作する構想は棚上げとなった。 アルモドバルの制作チームは数年後に脚本の再検討を示唆しスペインで制作するスペイン語による作品となった。2015年1月にロンドンのプレイハウス劇場で行われた神経衰弱ギリギリの女たちの演劇版のプレビュー公演に出席した後フィナンシャルタイムズ誌のインタビューで自作の題名がシレンシオであることを明らかにした。アルモドバルはその題名が 主人公の女性に起こる最悪の出来事に至らせる主要な要素であるとし、この作品はドラマ映画や女性映画への回帰であるとしたが、私の秘密の花、オール、アバウトマイマザー、ボルベール、奇境などの女性映画とは調子が異なると語った。すでに脚本の執筆を終え、配役の過程にあると説明した。3月には常連のロッシデ・パルマが配役されることを明らかにし、 続いて、エマス・アレスとアドリアーナ・ウマルテが主人公の現在と過去を演じることが発表された。主人公に二人の女優を配役することについて、アルモドバルは、私はフケメイクの効果を信用していないし、25歳から50歳までを演じるのは不可能だ。顔のシワの問題ではなく、より深遠な過ぎた時間や外面や内面の問題だと述べた。 スワレスは二人の女優が人生の異なる段階を演じることについてルイス・ブニュエル監督の欲望の曖昧な対象へのオマージュであることを明らかにした。2016年3月にはエルデセオがさらなるキャストを明らかにした。制作準備の段階でアルモドバルはスワレスとウガルテに対して着想のためにジョーン・ディディオンの悲しみにあるものとエマニュエル・カレールの ドートル・バイズ・クラミエンネを読むことを勧めた。アルモドバルはまた、スアレスに対して、ルイマル監督の地形台のエレベーター、スティーブン・ダルドリー監督の巡り合う時間たちを見ることを勧め、スアレスは、ルシアン・フロイドの絵画を見て熟考した。スアレスはまたアルモドバルの全作品を鑑賞し、マドリードに一人で滞在して、準備を進めた。スアレスは、インタビューで、 骨の折れる役柄だわ。私にとって、この役柄は、自暴自棄、孤独、恐怖が待ち受ける、暗闇の穴に入るようなものだわと答えた。スワレスとウガルテの出演シーンは独立していたため、スワレスは、ウガルテと一緒にいたのが、列車に乗車する場面のセットだけだったことを明かした。ロケ地の一つである、ガリシア州のリアス・アルタス・ジャンクロードラ流を、撮影監督、 アルベルト・イグレシアスを音楽監督、ソニア・グランデを衣装デザインとして、2015年4月に制作を開始し、5月6日に撮影に入ったが、実際には5月18日から撮影が行われた。マドリード、ガリシア州にある、大西洋沿岸地域のリアス・アルタス、ウェルバ県のラシエラ、アラゴン州、ウエスカ県にある、ピラネサンム36のパンティコサとファンドがロケ地として、 撮影に使用された。アルモドバルは、後に彼らが住んでいる環境に合わせて人物が、どのように人生観を変化させるか知るために、マドリードの都市から、かなり距離の離れた、寂れた、山岳地帯を使用したかったと述べている。ロケ地を探す際には、ウエスカ県フィルムオフィスと共同した。5月末頃にはセットでの撮影が開始され、8月7日に、撮影が終了した。 当初は一本の短編の題名からシレンシオという題名を検討していたが同じ2016年にマーティンスコセッシ監督によって取られた沈黙サイレンスマイナスとの混同を避けるためにポストプロダクション時に題名がフリエッタに変更されたプレミア上映されたバルセロナの映画館フェノミナエクスペリエンス2015年7月にはエルデセオが オンライン上で本作品のポスターを公開し、2016年1月に予告編と新たなポスターを公開した。2月には国際版の予告編と公式ポスターがオンライン上で公開された。2016年4月4日にはバルセロナの映画館フェノミナエクスペリエンスでプレミア上映され、4月6日にはマドリードの映画館イエルモセニズイディアルで上映される予定だった。 イエルモセニズイディアルでアルモドバル監督のインタビューと写真撮影が予定されていたが4月3日に暴露されたパナマ文書にアルモドバルの名前が掲載されていたことをめぐる論争からアルモドバルはマドリードでの上映会を中止し4月8日の一般公開までこの作品に関するあらゆるメディア出演を中止した4月8日にはスペインで一般公開され アルモドバルの故郷カルサーバでカラトラーバでは20本目の長編作品の公開を祝う特別上映会が開催された。アルモドバル自身は劣席しなかったものの、監修に向けて上映されたビデオメッセージに登場した。第69回カンヌ国際映画祭の震災を多くの憶測がなされたが、2016年5月に開催された第69回カンヌ国際映画祭で、 国際舞台に登場し、コンペティション部門でパルムドールを争った。アルモドバルの作品としては、カンヌのコンペティション部門で上映された5本目の作品である。フランスでは5月18日に一般公開され、イタリアでは5月26日に一般公開され、ブラジルでは6月23日に一般公開された。6月には、 シドニー映画祭の非コンペティション部門で上映され、7月にはイエルサレム映画祭やクイーンズランド映画祭で上映された。8月にはメキシコで一般公開された。8月10日にはロンドンのサマセットハウスでアルモドバル列席のもと上映され、イギリスでは8月26日に一般公開された。アメリカでは12月21日に一般公開されるのに先駆けて、 10月にニューヨーク映画祭で公開された。2016年9月にはカナダのトロント国際映画祭で上映された。第69回カンヌ国際映画祭におけるアルモドバル監督とキャスト本作の評価は概して好意的であり、アルモドバルの前作、I'm so エキサイテッド、と比べて国評ははるかに少なかった。ロッテントマトズは84の批評に基づいて、 新鮮度を77%とした。メタクレティックは14の批評に基づいて64、100点とし、総評として、概して好意的とした。スペインの批評家からは、賞賛を集め、ラ・バングアル・ディアガミは本作を、ジョージ・キューカー監督や溝口健二監督の女性映画と比較し、アルモドバルの脚本におけるアルフレッド・ヒッチコックの暗示に言及した。 シネヨーロッパ史のアルフォン・ソリベラは、アルモドバルの表現手法に、イングマール、ベルイマン、クシシュトフ・キエシロフスキ、ダグラス・サークの影響をも指摘した。エル・パイス神のビセンテ・モリーナ・フォックスは、アルモドバルがそのキャリアで、最高の脚本を生み出したとした。エルムンド神のルイス・マルティネスは、物語の問題点を指摘しながらも、本作がアルモドバルの、最も困難で、最も純粋な映画とした。 バニティフェア、スペイン語版は、アルモドバルによる最もアルモドバルらしい映画であると、した。エル・ペリオディコでカタルーニア紙のキムカサスは、アルモドバルがメロドラマを再発明したとし、ドラマチックな調子で並外れている。本作はとてもアルモドバルらしい作品だが、同時に、彼の他の作品とは異なっているとした。ABC 紙は本作に賛否入り混じった評価を、与えた。 主役のエーマ・スワレスを称賛したが、物語の選択を批判した。アルモドバルの天敵評論家であるカルロス・ボジェーロは、エル・パイス紙に極めて否定的な批評を書き、この作品の手法や撮影方法が原因で登場人物を識別できないとした。ボジェーロは、感情的にも芸術的にも、この作品は私に何も伝えていないと述べている。エル・コンフィデンシャル紙は、 否定的な反応を見せ、身を結ばないドラマ、日々が欠乏、やりたい放題だとした。第69回カンヌ国際映画祭では熱烈な反応を受け、フランスの批評家からも極めて肯定的な批評がなされた。ルモンド神はとても純粋な悲しみを持つ美しい映画とした。ラ・クロワ神は,は罪悪感という主題を歓迎し、本作を美しく強烈な映画とした。 l エクスプレスは、アルモドバルが、本作と共に、彼の仕事の頂点に戻ったとし、この作品は常に瀬戸際にあり、決して自己の感情に圧倒されず、意図的な冷たさを持ち、禁欲的ですらあるとした。リベラシオン紙は、肯定的な評価を与えたが、この作品が、滑らかすぎて物語のドラマ性が、感情的な魅力のすべての力を真に、表現するのを妨げているとした。 一方で、ルマニ手紙は強く否定的であり、この作品は物語的すぎ、とても息が詰まるとした。スペインでは203巻で公開され、公開された週末には79,523人の観客が鑑賞して585,989ユーロの工業収入を稼いだが、過去20年間のアルモドバルの作品の中では、スペインでの工業収入のワースト記録であると、 報じられた。あとに、プロデューサーのアグスティニアルモドバルは、この作品がドラマであり、コメディではないことが、観客に受けにくかったとし、本作品の準備中に起きたパナマ文書スキャンダルと、合わせた二つが残念な興行成績の要因であると、した。スペインでの公開第一週には5位となる118万17ユーロを、稼いだが、ディズニーのアニメ映画、ジャングルブックや、 ハコレオン監督のコメディ映画、聞き合いのトライアンドエラーなどの作品の陰に隠れた。公開第2週にも5位を維持したが、興業収入は、第1週の43%である348,515ユーロに落ち込んだ。公開第3週には22万ユーロ、公開第4週には119,131ユーロと、興業成績は落ち続け、公開第5週には、 トップ10から転落して17位となった。スペインでは、計230万ドルの工業収入を得た。フランスでの公開収には2位の工業成績を記録し、フランスでは、計510万ドルの工業収入を得た。イタリアでは、公開収に4位となり、計230万ドルの工業収入を得た。イギリスでは、公開第3週までに110万ポンドを稼ぎ、 ボリウッド映画以外の外国語映画としては2012年のフランス映画最強の二人を超える興行収入記録となった。全世界では1450万ドルの興行収入を記録した。プレミア上映よりも前の2016年3月、ロサンゼルスタイムズが見はこの作品がアカデミー外国語映画賞の候補になり得ると予想した。2016年9月、 スペイン映画芸術科学アカデミーはこの作品を第89回アカデミー賞外国語映画賞のスペイン代表作品に選んだ。クリップエマスアレスクリップはドリアーナウガルテ。ありがとうございます。